ゆずちゃんお待たせ。待った？ううん、待ってないよ。今日は指名してくれてありがとな。うん、まマルくんと遊びたかったの。すごいイケメンだな。そして今時は指名っていうのか。俺が着くまで何してたの？一人で砂遊びしてた。手が汚れてるよ。ほら、おしぼり。ありがとう。気遣い半端ないな。最近俺のところに来てくれなかったね。もしかして他の男と遊んでた？やだ、違うよ。ごめんごめん、嘘。もうダメだ。なんかもうホストにしか見えなくなってきた。わあ、大きな雲、怖い。何もしてこないから大丈夫だよ。でも怖いよ。しょうがないな。なら俺のそばにいてくれないか？ママルくん、なんか俺もキュンときたわ。ああ、明日もピアノのお稽古、やだな。ピアノ嫌いになったの？嫌いじゃないけど、最近なんだか楽しくないんだ。来月の発表会、また見に行くよ。コロナで亡くなっちゃったんだ。じゃあ発表会の予定だった日、ゆずちゃんの家に行くよ。え？俺のために弾いてくれないか？ママルくん、すげえな。毎日頑張ってるの知ってるからさ。俺はゆずちゃんのこと尊敬してるよ。ママルくん、隙を生じぬ二段構えかよ。ねえ、ママルくんの夢って何？そうだな、あのジャングルジムのてっぺん、誰よりも高いとこに登ることかな。すごい、私応援するね。ありがとう。ゆずちゃんの応援があれば俺きっとどこまでも登っていけるよ。マモルくん、歌舞伎町かよ。これからうち来ない？いいよ。今日もカルピス入れてくれる？うん、マモルくんのためにキープしてるよ。嬉しいよ。ダメだ、あの子も感化されてる。